く。では宇野美沙子くん、左の男性何の世界でしょうか。3、頭です。8割、はい、正解はスイカを頭で割る世界一でした。ちなみに彼は1分間に43個あります。では荒又ひろしくん、この車たち何の世界一でしょうか。車の上を飛び越える。はい、二輪走行の世界一です。昼食内同時にってとこが記録に認定されました。世界記録って超人的ですごいものばかり。しかし諦めちゃダメだ。才能もない特技もない、そんな君になって世界一になれるチャンスはある。タマコスを見てくれ。専門学校に通うこの普通の青年はあることに目をつけたことで世界記録を樹立した。 100m を世界で一番速く走る記録だ。リンタン、 100m を世界で一番速く走る男はサインボルトじゃん。ペンダン、これが死亡した火災、保険金目的で娘を殺したとして無期懲役の判決が確定していた母親と当時の同居男性について10月裁判のやり直しが決まりました。取材を進めると警察の取り調べの問題や自白に頼った裁判所の姿が見えてきました。今年10月無期懲役の刑で服役していた青木恵子さんが20年ぶりに釈放された。大阪高裁が無罪の蓋然性が高いとして再審、裁判のやり直しを決めたためだ。大阪市東住吉区、火災現場となったかつての家は今は駐車場になっている。釈放されてから初めての娘の月命日、娘が大好きだったひまわりを備えた。ちょっとここね、ここら辺台所、台所でしょ、台所で、ここお風呂場でしょ、まあ、火事になって、まあ、私自身もパニックになってるから、まあ、記憶が消えてる部分もあるんですけどね。それでもある程度は覚えてるから一生忘れないですよね。20年前の7月22日、火事は起きた。軽ワゴン車を止めていたガレージから出火し、家は全焼。家には青木さんや8歳の長男ら4人がいたが、3人は外に逃げて無事だった。しかし、風呂に入っていた小学6年生のめぐみさんが逃げ遅れて死亡した。いきなり火事やってなって、お姉ちゃんがお風呂入ってたんで、その時お姉ちゃん呼んでたんで、なかなか出てこれなくて、その家がすごくなって。お母さんの様子ってどうでした。落ち込んでました。ご飯も食べれず泣いてるって感じ。ところが火事から50日後、事態は一変する。青木さんが警察に逮捕されたのだ。逮捕容疑は
当時一緒に暮らしていた僕達弘さんと共謀し放火してめぐみさんを殺害したというものだった。動機はめぐみさんにかけられていた1500万円の生命保険金とされた。当時青木さんらは車のローンなど400万円の借金を抱える一方で4050万円の新築マンションを購入しようとしていた。青木さんらが火事の2日後に保険会社に電話をしていたことなどから警察は資金繰りに窮した青木さんらが保険金目当てにめぐみさんを殺害したと判断したのだ。裁判所は一審二審とも有罪とし2006年最高裁で無期懲役が確定した。ね、自分の子供を殺して保険金が欲しいために殺すってね、そんな罪名つけられることが本当に悔しいし一番嫌だったし私を苦しめてたようにと思います。実は青木さんは警察の調べに対して二度自白をしている。朝から取り調べが始まり午前中は否認したものの午後2時頃から犯行を認め逮捕された。二人で計画し殺しました。翌日弁護士と接見した後否認に転じたが3日後に再び自白。翌日以降は一貫して犯行を否定し続けている。一時期とはいえなぜ犯行を認めてしまったのだろうか。お前がやったんやろって言ってね、もう決めつけですよね。警察署内の窓のない一室、二人の警察官によって最初の取り調べは行われた。部屋の壁や机には亡くなっためぐみさんの写真が貼られていた。捜査員はボクさんが犯行を認めたことを記したファックスを見せるなどして大声で自白を迫ったという。頭ね、後ろ押さえて、ちょうど私の前にもこれ写真あったから頭ね押さえて、ね、見ろって言ってね。それでも私は見なかったけど